中学校3年生の、皆さんはですね、もう今年度ね、高校受験にね、臨むわけですが、まあ、その高校にね、提出するこう内申点ね、これはですね、多分夏休みの前に大体6月ぐらいにやったね1回目のテストと、そして今回の9月のね、あたりにある定期講座、そしてね、で最後、まあ、多分これは11月ぐらいなのかな、やる定期講座、この3回の、定期講座と、あとは、それ以外の、まあ、授業態度であるとか、まあ、何かこうグループワークしたり、ね、その活動の様子であるとか、ね、何かこう発表した時の、ね、こうまあ表現力であるとか、そういったものがですね、総合的にこう判断されて、一応内申点っていう形で成績が出されて、そしてそれがね、高校受験、ね、内申点として使われていくと、そういうね、流れになっているんだ。